チャッキー王子のホラー映画館、幽星からの物体 X です。はい。見てない方、これから見る方は、ブラウザーバックよろしくお願いします。ご機嫌いかがですか？おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。チャッキー王子でございます。はい。今日ご紹介する映画は、幽星からの物体 X。1982年にアメリカでは2つの SF 映画が誕生しました。一つは、地球に置き去りにされた宇宙人が家に帰るというアットホームなハートフルな作品で有名な E.T. ですね、スピルバーグの。そしてこの幽星からの物体 X です。はい、もうエポックメイキングと言っていいでしょう。まあ、E.T. の方はちゃんとしたヒューマノイド型の宇宙人でしたが、今回はクリーチャーという形で幽星からの物体 X をやります。もともとこれは幽星よりの物体 X ザ・セングの、リメイク版、ハワード・ホークス版のリメイク版として作られたんですが、まあ、クリーチャーに目が行きがちなんですけどもね、誰が乗っ取られてるかっていうのの、体が乗っ取られて、同化してるかっていうのに疑心暗鬼になるっていうのが一番のミソであります。で、ジャンプスクエアはそんなにないんですが、あの血液検査のシーンですね、あれはびっくりしましたね。はい、やっぱりあとクリーチャーがうようよ出てきて首がもげてそれが走り出したりとかするシーンは本当におぞましいです。最初ね、シベリアンハスキー犬が、変形するんですけど、変形はもうショッキングとしか言いようがないですね。まあ、前日談のファーストコンタクトっていうのもよくできてまして、あれは意外と CG 使われてると思いがちですけど、あれも特殊メイクを主流に作ってるそうですよ。はい。で、まあ、ちょい情報なんですけども、これ VHS で出てた時、ラストですね、黒人と主人公のカート・ラッセルが生き残ったんですが、黒人の息が白くないっていうことで、黒人の方が乗っ取られてるんじゃないかっていう噂が立ったんですけども、実はですね、カメラっていうか、その VHS にする段階でその現像が悪くてですね、実は黒人も息白く入ってたんですね。はい。ということで、2人どちらかが乗り移られてる、両方とも乗り移られてるんじゃないかという暗示のオチでした。それを踏まえて、見てみてはどうでしょうか。チャッキーオチでした。チャンネル登録よろしくね。